どうもセバスチャンでーす。やってきましたー。早速だけど、はい、原田さん、はい、炎色反応って知ってますか？炎色反応、うん、カタカナ、いや、漢字、漢字で、漢字で炎色反応、知らない？知らない知らない。いや、だって普通にね、皆さんほら高校でほら炎色反応って習ったじゃん。やめたんだよ高校、中退なの。ごめん。知ってただろお前。何回言うんだよお前、ずっとやめてたか。いつまでもさ。そう、あのね、燃やす物質によって色が変わる時がある。炎の色が、炎の色、そうで結構鮮やかな色になるから。ほうほうほう。今回の企画こちら、インスタ映えする炎を作ろう。おー、なるほどね、インスタ映えいいじゃない。今回ね、ちょっと使う物質があるんだけど、それがこれ、宝酸。宝酸、おお。宝酸って薬局で買えるの。へえー、そうなんだ。知ってんじゃないかな。何、多分ね、あの宝酸団子ってよく食べてると思う。食ってるわけねえだろ。知ってるよ宝酸団子。ゴキブリが食べてる。ゴキブリ食べたやつだろ。そう、知ってる。それはあれ食べてなかったっけ。食べてない食べてない。あ、違う、俺ここにいないよ。そしたら、あ、そうかそうか、宝酸団子だもん。ということで、まずこれね、はい、まあ、熱して OK なものの中に、はい、中心にね宝酸を入れる、うん、積極性がすごい。よしよ、いいよ。じゃあ真ん中にね、じゃあ、うんうん、宝酸を、うん、よし、よし、結構入れた。入れた。はい、入れました。そしたら、続いて使うのがこのエタノール。エタノール。そう。不純物が入っちゃうと、炎のね、うん、この色が綺麗にならないんだよ。へえ。なんか他の色も混ざってきちゃうから、不純物の少ないこのエタノールを今回使います。なるほど。でこれをね、ちょっとね、どれぐらい入れたの？この量はね、そんなに入れないんだ。もうちょいじゃない？これがいいと思う。なるほど。よし。これに火をつけるとなんと綺麗な炎ができるというか。じゃあいきます。はい。おお、あ、あ、あ、すごい。おお、あ、緑。お、オレンジになってきた。でも緑、でも緑、青も混ざって、お、めっちゃ綺麗。パレードの色してる、パレードの。ちょっと照明切ってください。照明切れますこれ。おお、綺麗。うわー、すげーすげーすげー、幻想的。映えてるんじゃない？映えてんじゃないこれ。なんで子供の動画見てんのお前ね。癒されるわ。癒されるわ。じゃあこっち見ろよ、癒されんだったら。癒されるわ。子供の動画いいんだよ。すごーい。あー、いいキャンプファイヤーだった。最後の方になると結構緑よ、ほら。あ、でも物質残るんだ、燃やかすが。そしたら写真撮ろうか。写真撮ろう。よし、はい、チーズ。おー、いいね、いいいい、いい写真。めちゃめちゃインスタ映えしてる。一応ミシ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 。はい、どうですか。炎しか映ってねえじゃん。なんで炎だけ映るの。映ってるよ。俺どこに映ってんの。後ろ後ろ後ろじゃない、こういうこと。でもすごい、これめっちゃ綺麗。撮るだけでこんななんの。ほら、だから顔切れてんだよ。はい、チーズ。なんかおじさんが変わった料理作ってる。おじさんがバリ料理作ってる。これインスタで話題になる。これはいいですよ、はい、実験大成功でした。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしく。